こんにちは、マスマンです。お久しぶりです。ジャパンダートクラシックの、24時間前ぐらいになるんですかね。このレースはさすがに僕もちょっと参加したいなと思って、久しぶりに、ちょっとね、カメラを回しておる次第です。まあカメラって言ってもね、まあ、ピクセル6なんだけどね。ということで、フォーエバーヤングとラムジェットが、まあ1番人気、2番人気ですよね。僕は、ラムジェット派です。はい。っていうことで、まあ、ラムジェットの方にちょっと注目しているぞっていうのが、まず、まあ、一本とね。で、やっぱラムジェットの、マーケット、シアトルスルー系じゃないですか。シアトルスルー系ってさ、正直今、誰が一番うまいって言った時に、これっておそらくノースヒルズなんじゃないかなって思うわけよ。それはラニと、リメイク親子をね、出してるんでね。その辺ちょっとその、まあ、血統的なっていうよりは、まあ、その、旧車っていうよりも、やっぱ、大仙ヒルズとかね、ちょっとそんなこと思いながら、ラムジェットを、まあ、僕なりにこんな理由でちょっとラムジェット注目してるんですよっていうような、そんなお話したいのと、フォーエバーヤングと、あと、まあ、富士ユージーンか。まあ、前走はね、3、4コーナーで中央勢の加速についていけなかったですけど、今回、その辺、どうかなとかね、いろいろ思うわけで、予想しません。ちょっと馬券も買えないし、あと何より、すでに飲んでおります。ということで、馬券買わないんですけども、このレースはちょっと参加したいので、動画回しておる次第です。ちょっとまあ、だらだらと喋りますけれども、よかったらね、このレースのなんか見どころみたいなのを、逆に、この、ご視聴いただいた方からね、こう教えていただきたいし、馬券的にね、私はこんな風に馬券買えますよみたいなのもぜひコメントいただけたらなと思います。僕はあの馬券を自分でね、発表するほど馬券に興味ないし、うまくもないんですけども、逆に、まあそうですね、今後中央競馬の動画を出すときはね、こんな馬券どうですかって、こう、参考に皆さんからこう提供いただいた買い目を買おうかなぐらい思ってるんでね、馬券的には全く情報ゼロですけども、ちょっとジャパンダートクラシックを僕なりにこう楽しむ回です。じゃあちょっと喉の滑りを良くしようと思います。もう今ねジムの帰りに買ってきた、これがまあテーブルワインですね。カリフォルニアの、カベルネソビオン10ドル、ファミリーサイズか、ファミリーサイズ10ドルですよ。安いワインですけども、テーブルワインとしては十分ですね。これをコップで飲む。はい。まず、まあ一番人気フォーエバーヤングですけど、フォーエバーヤングっていう馬はすごい馬だなとつくづくね、思いつつ、ケンタッキーダービーもまあすごい競馬でしたよね。本当にシエラレオーネとの、まあ、火の出るようなね、マッチアップ。あれよく見たら母系両方とも、ローミン・レイチェルが入ってるっていうね。ローミン・レイチェルは、いわゆる一つの、ゼンノロプロイのお母さんですよね。マイニングっていうミスタープロスペクター系の種牡馬の繁殖牝馬で、たまーにこっちのセールなんか、ね、見てた時にね、ローミン・レイチェルとか、あるいはシンボリック・リセスのお母さんの TK の名前がね、母系に入ってる馬なんていうのが上場されてたりとかしたんですけど、まあ僕以外 TK、おとか、おローミン・レイチェルとかね、思ってるのは本当日本人だけで、アメリカ人のバイヤーはガン虫みたいな感じでしたけど、シエラレオ・レオーネにも、ローミン・レイチェル入ってる。そして、フォーエバー役にもローミン・レイチェル入ってるってことで、何気なく僕、そうですね、まあ、ゼンノロブロイってのは本当にもう僕の中で好きな馬だった。何しろコバでね、秋3連発ね、秋のトリプルクラウン勝ったっていうね、本当に偉大な馬だったと思うね。常にファイトするって、藤沢厩舎の所属の馬の中で僕多分一番好きだった馬かな。そのローミン・レイチェルがポケに入ってる門同士で2着を争うっていう、そういうレースだったわけなんですよね。振り返ってみたらね。で、まあ、フォーエバー・ヤング、まあ、3着でしたけど、まあ、ケンタッキーダービーで3着来るっていうのはすごいもんだなと思ってね。日本調教馬3着来る時代なんだなと思ってね。まあ、ただちょっとね、スタート5で踏んで後ろからでしたけども。まあ、正直そういう意味だと、やっぱり1コーナー2番手でね、入っていったクラウンプライドっていうのは僕は未だに評価してるんですけど、そういえばこの前コリアカップ勝ってましたね。話が脱線しまくるわけですが、今回はフォーエバーヤング、いくつかちょっと気になる点があってね、小坂雄生騎手のインタビューも読んだし、藤田オーナーの今インタビュー記事も読んだんだけど、
ユーセク氏によると、ケンタッキーダービー正直言って本調子とはちょっと言い難いと、かなりサウジドバイの転戦で、摩耗していて 100% っていうような出来ではなかったっていうようなね、そんなコメントで、あ、そうだったんだと思って、僕その時ちょっとそれは知らなかったからね。なんでそれを思うと、こう緩やかに加工していく中で、それでいて世界最高峰のダート10ハロンでね、あの競馬したのかと思うと感動的なね、後付けだけどね。でも、あ、そうかと思ってね。じゃあ今回はもう休養明けでね、まさかこのメンバーじゃ取りこぼさないよねっていうところですが、100% じゃないよね、きっとね。80% ぐらいなんじゃないですか、おそらくだけど。本番はやっぱりブリーダーズカップクラシックですから、ここで目一杯作るわけもなく。そして藤田オーナーのインタビュー読んでもね、まあ、ここは負けても叩き台だからねっていうようなね、叩きですからっていうようなことをポロッとおっしゃってたので、あ、陣営としてはやっぱりそういう認識なんだなっていうふうに僕は認識しました。やっぱり明確にここはステップですね。なので 80% か 85% か、それぐらいのパーセンテージで臨んできていると思うし、なんならやっぱサウジ、ドバイ、そしてチャーチルダウンズの春のね、中東アメリカも転戦のこの疲れがね、もしかしたら完全に抜け切っていないかもしれないっていうね、かもですけど、やっぱ上半期相当な摩耗だったと思うんでね、ここでどれだけまあ回復していて、どれだけまあ干潮に近いのかっていうのは、なんかパドックの歩きとかね、見ないと分かんないのかもしれないけど、どうもオーナーの口ぶりからしても伝わってくるのは、まあ負けちゃっても叩き台だからしょうがないんだよねっていうようなね、負けちゃってもっていうのはもちろんその相手はラムジェットってことなんですけども、でラムジェットのね、このオーナーさん、前田オーナーと、藤田オーナーがまあ話したんですって。そしたらラムジェットの前田オーナーが勝負だなっておっしゃったんだそうですね、藤田オーナーに対してね。でまあ前田さんがそう言うんですよっていうインタビューだったんだけど、これって逆にさ、勝負だなって言ってきたってことは、これ前田オーナーさ、フォーエバーヤング相手でもラムジェットで勝負になるって思ってるっていう裏読みができるじゃないですか。これちょっとね、頼もしかったね。やっぱフォーエバーヤングがね、頭2つぐらい抜けてんのかなと思ってた。まあ正直勝てなくてもいいからラムジェットの方を応援したいなって思ってた。シアトルスルー系だしね。なんだけど、これオーナー同士で勝負だなぁなんていう会話があるってことは、これはノースヒルズマネジメントサイドもラムジェットのポテンシャルから言って、フォーエバーヤング撃破っていうのは現実的な可能性として捉えてるんだなっていうふうに僕は感じてね、これはちょっとあるなってね、この藤田オーナーのインタビューを通して、前田オーナーが藤田オーナーに勝負だなって言ったんだっていうのがね、ちょっと気になってきてね、これ結構色気持ってんのかなとかね。僕は正直調教を見ても何も分かんないし、パドックがちょっと地理的にね、アトランタに住んでるからパドックリアタイで見れないから、馬の状態をねジャッジするのはね、調教助手のコメントとか調教師のコメントとかね、本当に何気ない2行記事3行記事の中からこう読み取っていくしかないだけれども、ラムジェットのオーナーが、まあ、フォーエバーヤングにね、もしかしたらこれは結構色気持ってんなっていうのが分かっただけでもね、藤田オーナーのインタビュー記事読んだ価値があったですね。ということで、まあ、フォーエバーヤングはやっぱりリアルスティール産駒の、まあ、主世頭、まあ、レーベンスティール、このオールカマーすごくいい勝ち方で、ウルメール騎士も G1 級だってコメント出てきてね、母父東海っていうようだし、マジかよって思ってるんだけど、去年香港すっごい不甲斐なくてなんだよって思ったけど、まあ、リアルスティールの芝路線でね、コバでレーベンスティールオールカマーの勝ち方とても良かったし、ダートではこのフォーエバーヤングがもう国際レベルの馬だしね、やっぱディープインパクトかけるそのストームキャットっていうこの配合のシュボバーから、もう芝でもダートでも、まあ絆もね、今回サンライズジパングも出してるし、ね、ジャスティン・ミラノも出してるし、このストームキャットかけディープインパクトって奥が深すぎて読めないですね。先週のプロキオンステークスだっけ、シリウスステークスか、C 級者の、あれ名前が出てこないや、成田じゃなくて、なんだっけ、あ、やばい、成田じゃないや、あの馬なんだっけ、全野じゃなくて、しまった、予定にないことを言おうとするとダメだね、
大隅じゃないや、萩野か、萩野、イグレシアスだっけ違う、忘れちゃった。でもあれ、絆の7歳でしょ、で、母父ジェネラス。7歳で 59.5 章ってさ、僕が応援してたロゴタイプのね、オメガギネスをさ、ねじ伏せるんだから、ディープボンドといいさ、絆っていうのも本当に2歳戦から7歳まで、千葉でも阪神大賞典でも、どこまででも走るっていう絆のポテンシャル、未だに測り知れないですよね。そう思うと、リアルスティールのポテンシャルも全然測れなくて、そして最近、芝でもちょいちょい走り始めた里のアラジンもね、ディープインパクトかけるストームキャットの配合で、あれは僕の友達のエージェント言ってたけど、筋肉ちょっと硬くてね、芝向きの歩きしないんだって言うんですよ。だからダートで活躍馬が多いんらしいんですけど、それは絆も初期そうだったんだけど、絆はどうもデンヒル系の肌に絆つけると、デンヒルの筋肉の柔らかさがこう足されて、ボーバでもこの芝で走れる柔らかさが出るっていうね、デンヒル系の肌、あるいはハービンジャーの肌、ハービンジャーもデンヒルかとか、ね、ジャスティン・ミラーのみたいにエクセルダンドエクセルの肌に絆とかでとんでもなく速い、芝で速いボバ出てるけど、サトナ・アラジンもなんか最近ちょっと芝でもやれるような柔らかい歩きの柔らかい筋肉の馬が出てきてるっていうところで、アラジンも目が離せないと。ニュージーランド産でオーストラリアで重賞勝ってるしね。そして来年もう一頭このストームキャットかけディープの G1 馬が産休デビューさせますよね、ダノンキングリーですよね。なんで絆といい、リアルスティールといい、アラジンといい、ダノンキングリーといいね、この血統のこのクロスの種牡馬って目が離せないわけですけど、フォーエバーヤングもすごいかっこいい馬なんだけども、坂井隆成騎手も素晴らしいジョッキーだしね、矢作厩舎も素晴らしいしね、素晴らしいことずくめなんだけども、今回はラムジェットね。で、ラムジェット何が好きなのって話をちょっとラストやって終わります。これちょっとまた飲んでから。あと10分だね。テーブルワインをね、お上品に飲むつもりはありませんよ。もう、これは水と一緒ですね。ラムジェットなんですけど、冒頭ちょっと申し上げましたが、この馬がね、例えばサンデーレーシングの馬だとかキャロットの馬だっていうんだったら、多分あんまり今注目してなかったと思うんですけど、この馬がね、ノースヒルズのその前田オーナーの馬だっていう、ここなんですよね。っていうのも、今シアトルスルー系中華 AP インディ系っていうか、タピット系っていうかね、これやらせて一番うまいのって多分大仙ヒルズのスタッフだと思うんですよ。だってラニやってるし、リメイクやってる、この親子を手掛けてますので、このシアトルスルー系一番うまいそのオーナーブリーダーノースヒルズっていうか大仙だと思っててね、このラムジェットがこれノースヒルズの、その前田オーナーの馬じゃなかったら、大仙ヒルズで調教ついてる馬じゃなかったら、ちょっとスルーしてたかもしれないんだけども、このシアトルスルー系やらせるととってもうまい、この大仙ヒルズのスタッフがやってるっていうところで、そこちょっと僕は、なんていうか注目してて、やっぱ産駒っていうか血統で産駒の特徴ってやっぱありますよ。僕ですら感じたぐらいだからね。藤木関産駒とかも本当乗ってて怖かったし、順次で1歳は藤木関の1歳とか、本当気性悪い。とかね。あるいは、ジャイアンツコーズウェイの1歳とエンパイアメーカーの1歳とか僕乗ってたんだけども、なんでかっていうと、僕は175センチ65キロで乗ってたんだけど、僕が研修でお世話になってた先の牧場のオーナーがね、でかい馬にはタッパのあるやつが乗れ、ね、じゃないとボディをぎっちりね、足でグリップできない、落馬されちゃ困るんだよってことで、ジャイアンツコーズウェイの柄の大きい子、エンパイアメーカーも大きく出るんですよ。大きい、4頭いたかな、僕が毎日 乗せて、ね、もらえる機会があったんだけど、コースウェイ産駒なんてのはもうハミなんか取ったら終わるよ、ボーンってもういきなり客出してぶっ飛んでいくようなね、やっぱりアメリカ競馬にフィットしたような、最初から最後までもう全力で頑張っちゃうみたいな、ものすごいドーンっていう気性してます。もう何回持ってかれて怒られたか分かんないね。それに対してエンパイアメーカーはのんびり客出してゆっくり入っていって、ペースをじり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 上げていくと、しっかりスピード出してくるみたいなね。
やっぱり長いところ走る血統だなっていうね、その血統的に長いところ走るとかどうとかっていうのはやっぱり馬の性格にもよるんだなっていうのはその時思いましたね。エンパイアメーカーがやっぱり 2400m なんか走るような馬出すっていうことを思うとね、若干産駒がねこうのんびりしていると、やっぱ血統的な気性っていうのはあって、でこの大仙ヒルズのスタッフ、ノースヒルズマネジメントのスタッフがね、僕はシアトルスルー系うまいと思うんですよ。ラニやってるし、リメイクやってるしね。なのでこのラムジェットもマジスティックウォーリアーからの AP インディーシアトルスルーなんでね、日本で一番シアトルスルー系やらせたら上手なスタッフが、まあ調教つけてる、そこに注目してるですね。はい。であとまあ東京大賞典もね、もう一回さっき見直したらやっぱ内容的にめっちゃ強いね。6馬身って言っても内容的には多分もっとちぎれたよ。多分本当に大井のあのコース、そしてあの砂質に対して多分適性があると思う。なのでもし今回のこのジャパンダートクラシックが小塚田賞が行われたあの盛岡のねコースで盛岡の2000だったら、それはちょっとまた訳違ってくるんだけど、ぶっちゃけ小塚田賞最高でしたね。はっきり言って盛岡の 2000m は最高だよ。あれいいレースだった。ジャパン、あのサンライズジパンクの勝ち方も良かったしね。正直このジャパンダートクラシックも盛岡でやったらいいのにと思ってるぐらい、僕は盛岡の 2000m ってコースいいと思った。あのスピードの出る馬場だしね、左回りだしね。このレースの卒業生たちってどの道コバになったらサウジとドバイとアメリカとっつって左回りの競馬場で競馬やってくんだから、なんでこのレース右回りなんだよってちょっと思ってるんだけど、まあラムジェットはやっぱこの右回りの多いの白い砂で6馬身っていうこの実績がありますので、プラスシアトルスルー系日本で一番うまい軍団のね大仙ヒルズのスタッフがやってるっていう、この辺でちょっとラムジェットっていうのを僕はこのレースに限ればあの上位っていうか、この馬ワンチャンかますんじゃねえかと思ってます、はっきり言って。はい。で三浦功生騎手のインタビュー記事も読んだけども、結構自信あるみたいなんだよね彼ね、はっきり言って。なんでこの馬はもう東京大賞典、あ、東京ダービー勝ってるし、ここももし勝てばね、このマジェスティックウォーリアー、ゴールドアリュールの腹にマジェスティックウォーリアーで、ぜひサウジとかドバイとかね、ま、もちろん三浦功生騎手で遠征してくれないかな、あんまりくれないかなっていうかするだろうしね、そういうところ見たいなと。まあ僕三浦功生騎手結構今応援してますしね、東京ダービーの勝利ジョッキーインタビューも見たし、まあ、中央の G1 まで未勝利だけど、彼はまあなんていうかもっと大きいとこ勝っておかしくないジョッキーだしね。はい。ということで、まあこの前先週か、西野騎手、あ、西野騎手じゃないや、なんだっけ、あ、もうちょっと酔っ払ってきちゃったわ、ずかね、あのルゼルのねジョッキーに西なんちゃら騎手、名前出てこないや、あの初 G1 制覇ということで、で宝塚記念はブローザーホーンでね、あの菅原、僕の推しジョッキーの菅原騎手 G1 勝ちましたし、菅原騎手はしかもメタマックスであの BC スプリント乗るらしいですよ。ということでね、若手の突き上げってすごいですからね。なんででも35歳の三浦功生騎手、僕はまだまだ大きいところね、これから取っていくチャンスはあると思ってるんでね、ラムジェットとのコンビで来年の春中東2連戦っていうの見たいしね。でもしこのレースラムジェット勝ってさ、でそんで結局フォーエバーヤング BC クラシック遠征してまかり間違って勝ちましたとか言った日にはさ、これラムジェットの評価って世界はどうするんだろうねとか思うとちょっと面白いんだけどね。ラムジェット面白いですよ。これ枠もね、あの 4枠4番ですしね、フォーエバーヤングが1枠1番っていうのはちょっと微妙ね。ケンタッキーダービーも、まあ、疲労なのせいなのか分かんないけど、ちょっと出負けして後ろからの競馬になったじゃないですか。なんで大井のね、やっぱ白い砂、まあ、ちょっと溶けかかるような土質らしいですし、やっぱり3コーナー手前で後方だとまあノーチャンスだと思うんでね、ちょっとこれ坂井隆生騎手のエスコートを必要とする枠に入りましたよね。逆に豊騎手なんかサンライズジパングは12なんで、この馬もまあ先団のちょい後ろぐらいで5、6番手で見ていける馬だし、この馬はいい枠入ったなと思いますね。富士ユージーンなんかはまあ3、4コーナーでペースアップした時についていければ多分どこでもいいと思うんで、まああと森大騎手だしね、多いだったらもうこのジョッキーで
文句ないだろうっていう。藤井陣ね、藤井陣は今回中央勢相手に3、4コーナーで中央勢が加速した時についていけるといいね。このレースでもし3着に入るようだと藤井陣ってちょっと面白いと思うんだけども、前走の小塚田賞はねちょっと不安が的中してしまったね。あの小塚田賞の前のレースが持ったままで大差だったから、もう調教にもなってないっていうか、うん、やっぱり中央勢とやろうと思ったらやっぱり3、4コーナーでのね加速が必要ですからね。で前走でやっぱり強いところとやった分、藤井陣今回どんな走りするか、この馬にもちょっと僕は注目している次第です。はい、ということで、すいません、この動画はね、まあ、ちょっとノーカットで上げようと思うんですけども、本当ジャパンダートクラシックね、これ楽しみですね。欲を言うんだったら左回りの競馬場でやってくれりゃいいのにって思いつつも、まあ大井って確か左回りの競馬もできるようになったんでしたよね。だったらせめてこのレース今後左回りでやってくんないかなって強く思うんですけど、皆さんどうお感じですかね。ここに出てくる中央の所属馬ってもうドバイとサウジとアメリカ見てますよね。だったら左回りでやるに越したことないと思うんですよ。はっきり言って小塚田賞 G1 にしてもいいじゃないかって僕は思った。 あの小塚田賞ほんとね良かったよ。本当に小塚田ってね、読み方もう習ったしねあれ難しいね、まさかのレテンだもんね。本当個々だもんね、小塚田なんてね、東北の人じゃないとまず読めないよね。でも小塚田賞は本当にいい競馬だった、良かった。なんでちょっとジャパンダートクラシックで一つだけ注文つけるとしたら左回りでやってくんないかってことぐらいですかね。はい、ということで、じゃあちょっとレース見て、あのなんかもしよかったら、あの実況動画じゃないや、あのリアタイ動画もね出したいんで、あのお付き合いいただければと思います。はい、じゃあすごい、もうものすごい久しぶりに動画を出してみたんですけども、やっぱりあのまあこの夏もねずっとあの競馬自体はしっかり見てきたんですよ。今一番好きな2歳馬はあのシンビリーブですね。はい、あのダートで勝ったやつね、シンビリーブ、あの新の中でもシンビリーブです。あれが一番今好きですね。あと今週末出てくるのロイヤルサウジアラビアロイヤルカップに出てくる、チェッキーノの子だっけ、アルレッキーノか、あのブリックス&モルタルのアルレッキーノはちょっと注目してますね。はい、ということで、最後に来る10月4日退職します。いやー長かった、すみません。もう今の会社もうね、あのよくしてくださってるんですけども、給料的に限界、はい、インフレについてこないんで、僕としてはちょっとやっぱり職業変えなきゃいけなくてね、10月4日金曜日が最後の出勤日で僕は会社を辞めます。で辞めてしばらくちょっとのんびりするんで、毎日動画出せたらなと思ってますね。はい、あのやっぱり秋ね、この中央競馬の10月、11月、12月、一番面白い時期ですしね、ちょうど会社辞めるしね、しっかりとね、毎日動画出せたらいいなと思ってる次第でございます。はい、退職まであと3日、カウントダウン、もうワクワクしかない。本当に、別に何が嫌で辞めるわけじゃないんだけども、賃金の問題なんだけどね、なんだけども、ちょっと、まあ、退職するにあたってはちょっと不安もあるけども、はっきり言って、ワクワクしかない。いろいろやりたいこともあるからね。ということで、今回は以上でございます。ジャパンダートクラシックをね、皆さんぜひ楽しんでください。僕はラムジェットからです。以上です。